いいでしょ。いいよ、すごいいいよ。もしもし、子供を返してほしいんです。里子が妊娠して出産してという可能性はないかもしれない。養子のことを考えてる。これさっきお腹をエコーで見ましたね。赤ちゃんがいた。育てられないでしょ。まだ中学生のやつ。お宅にね、育てていただきたいお子さん生まれました。あの子を産んでくださって本当にありがとうございます。朝とここにいたの。すごいね。パパ。真実告知は必ずする。産みの親が別にいることを、子供が小学校に上がる前までに必ず伝えてもらいます。あの子の母親です。あのお母さんはあなたではないと思います。この方見覚えありませんか。この子はこの家の養子であることに何ら後ろめたいことなどない。お母さんたちはどんな気持ちでいたと思ってんの。周りに話すという脅迫のことです。子供、私は産んだから。私はあの子の母親です。